こです。ゆらりです。りなです。ひめかです。アリアです。ピンクラテティー B 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はゴールデンウィークに行きたい私服紹介です。イエーイ。第4回目でございます。今回はゆなちゃん、猫ちゃんが初登場ということで、おしゃれですね。おしゃれ、おしゃれっぽい。じゃあ今から順番に一人ずつ紹介していきます。せーの、どうぞ。今日のコーデはこんな感じです。キラリじゃあブランドから、これはイングです。でこれとこれはちょっとよくわからなくて、これがピンクラテなんですけど、カーディガンと一緒にセットでなっていて、ここの流行りのネオンカラーが気に入っています。でこれはゴージです。で靴が多分島村です。はい、じゃあポイント、私はおソロコーデにしようって言ってる時以外に人と被るのがちょっと嫌なので、ただのデニムコーデでもちょっとこういうアクセントとかつけてます。でゴールデンウィークは結構お出かけとかするので、どんな時と場合でも結構合うと思います。これでバーベキューの時はこれをスニーカーにしてもこの格好は合うので良気味です。あとここ膝がキュッてなって、その先からこうやってガバーってなってるのはすっごいスタイルがよく見えるんですよ。足隠したい人にも隠せるし、おすすめです。でこれはおぼけます。キャスケットはあってもなくてもいいんですけど、なかったらちょっと物足りないけど、重たいなって人とかはなしでいいんじゃないかと思います。一番お気に入りのところはね、まあ、ここですよ。お気に入りなんです。あとね、こことかちょっとこれやば。これをあえてこうやって着てもいいと思います。小物を統一したりとか、全体的に個性感を入れると、まあ、結構オリジナルのいい感じの洋服になると思うので、皆さん真似してみてください。バイバーイ。はい、コーデはこんな感じです。今回のコーデはちょっと今までとはイメージを変えて、ちょっと大人っぽいイメージにしました。でも大人っぽいイメージの中でもいろんなちょっとポイントポイントで私らしさを出して、大人っぽくセットアップって韓国っぽくもあるじゃないですか。なので韓国っぽくも意識しながら、でも私らしさもたくさん取り入れたコーデにしました。でまずブランドを言っていきましょう。イヤリングはクレアーズです。手になってます。手です。クレアーズです。バッグはラストボアです。でこのセットアップと T シャツはスプレーというお店です。おじさん可愛くないですか。めっちゃおじさん可愛くないですか。学校の先生にそんな感じですよね。校長先生じゃなくて教頭先生、なんか教務主任ぐらいの先生にいそうですよね。はい。でベルトはボルカン、かっこいい。靴、これはカティナという韓国のネットショップで買いました。でこの靴下はピティさんに誕生日プレゼントでもらったものです。目がちょっと見えるようにしました。さあ皆さん、つながりましたか。あることに気づきましたか。実はですね、このおじさんの手なんですよ。手がぶら下がっていておじさんの手なんですよ。この靴下の目がおじさんの眼球です。はい、全部コーデしてからあれってなったので後付けしてみました。でこの全体的なコーデの中でこのバッグの黄緑が映えてポイントカラーになっていいかなって思います。あとはこのバッグのエナメル感とか形とかもちょっと変わってていいし、ここの柄がゼブラっぽいような、ゼブラじゃないようなっていう柄がすごく可愛いなって思いました。あとは私はちょっと個性とか若干面白みも入れたいなって思ってるので個性こういうおじさんとか手とか
目とかで面白かっこいいを目指しました。はい、以上です。バイバーイ。ハロー、私のコーデはこんな感じです。はい、エコの今日の服、ゴールデンウィークに着たい服のテーマは辛口オルちゃんです。最近ちょっとオルちゃんとか韓国メイクにハマってきているので、こういうベストとかプリーツスカートでスクールガールの天気を出したんですけど、こういうダメージの入った上着で辛口感を出しました。この靴は写真撮影とかするときに足と一体感があって足長効果がある靴になってます。こういうダメージが入っているものとか、この色の素材薄いのでサマー感あって、こちらは涼しい、ここから空気がここから入ってきて涼しいかなと思います。中の下に着てる T シャツのこのワンポイントスプライトもお気に入りです。このスカートは2種類柄が入っているので、いろんなコーデにも合わせられるスカートだなと思います。この流行りのネオンカラーが入っているので流行最先端のスカートです。靴下は透けてる素材で足元も涼しく通気性のいい靴下です。髪型はオルちゃん目にしてみました。買ったブランドはこれとこのベストとこの靴下が WeGo で、この中に着た T シャツが GU で、これがピンクラテです。靴はドクターマーチンです。エコの辛口オルちゃんコーデどうだったでしょうか。はい、ありがとうございます。いいコメント待ってます。こんな感じでした。バイバーイ。こんにちは。私の私服コーデはこんな感じです。テーマは流行りのロングコートを使った大人っぽパンツスタイルです。上から順番に紹介してきます。イヤリングと指輪は最近一番気に入ってるセットです。キャミソールは少し胸元が開いていてちょっとだけセクシー感が出ているんですけど、他のところは露出を控えてメリハリを出しています。パンツはジェイダで買いました。ハイウエストなのでスタイルに自信のないリナでも気軽に足長効果が出せます。あと真ん中だけが白くなっているので足を細くする効果もあります。ベルトと靴もアンビーで買いました。とパンツスタイルによく合って気に入ってます。はい、ということで最近のイチオシコーデでした。どうでしたか？参考になれば嬉しいです。バイバーイ。私がゴールデンウィークに着たい服です。ダダダダー、スキー。私のね、テーマはゴールデンウィークに友達とお出かけとかお買い物に着ていくような服ですね。なんかみんなあんまりこんな服しないかなと思って、ちょっとねみんなと被らない個性的にしました。まず髪型はみんながしないような可愛い髪型です。このね T シャツ1枚だけだと夏っぽくなっちゃうので、中にこのレースを入れて夏らしさを消しました。このねレースも手首のここがキュッてなって、ここがヒラヒラしてるから可愛いです。これのねリボンにもできて可愛い。でね、この T シャツのねコーギーちゃんがね可愛すぎるの。今アニマルが流行ってるので犬を入れてみました。そしてこのスカートはこの今流行りのねグリーンとねこの色を入れて、これのスカートに合う服を選んだんですよ。でこれはサロペットがついてます。靴
下は今流行ってるラミ入りの、私が思う一番細く見える長さのラミ入りの金色のね靴下です。靴は厚底スニーカーです。このねスニーカーは何でも合うから使いやすいです。歩きやすいし、私はこんな感じです。だらららまた回っちゃったこの T シャツがダブル C で買いました。で、この中のレースは WeGo で買いました。このサロペ付きのスカートはピンクラテで買いました。この靴下は WeGo です。この靴も WeGo です。このねレースはね何の服にでも合うから、なんかちょっと足りないなと思ったらこのレース中に着てみたりするといいです。以上かな。バイバーイ。はい、みんなの紹介終わりました。イエイ。え、なんかいいね、みんな個性可愛い。デニムデニムデニムでさ、チックチックで。本当だ。あれだな、私ゆなちゃんのさベルトの感じ好きだな。ゆうかも、さっきこれ可愛いって言ってた。可愛い。さやのこの T シャツめっちゃ可愛い。コーギー。合わせ方が好き。あこちゃんのじゅんちゃん普通にガチで欲しいんだけど。わかる。どこで出てた？メイクです。上下セットのこういう柄のやつすごい欲しかったんですよ。ユアリの見てまたさらに欲しかった。私姫香の今までとイメージ変えてきた感じすごいいいなと思った。嬉しい。普通のブランド可愛いと。ありがとう。と似合ってる。ありがとう。こういう形のやつがずっと欲しくて。フレアパンツだっけ。私も最近フレアパンツ欲しいんだ。可愛い。はい、じゃあもしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。